カウンセリングについて今日受けるまでどういうイメージをお持ちでしたでしょうかはいあの隊員の皆様こんにちは防衛大臣政務官の松川瑠衣です今日私生まれて初めて本当に生まれて初めてカウンセリングというものをですね受けさせていただきました私は全然カウンセリングというのはすごいあの特別というかあのネガティブなイメージは全然なくてですね結構海外はあの 経営者とかその責任ああるる立場にある人っていうのはコーチングっていう形かもしれないけどまあその専門の方にいろんな精神面とかのアドバイス聞くっていうのは普通のことなので私はカウンセリング自体には全然ネガティブなイメージはなくてただわざわざそのやらないといけないものっていう印象もなかったのでやったことがなかったんですね。で今日受けてみてみ、まあ、本当良かったたと思いました 今日受けてみてみかかかっっったたた点点といいうううのは具体的にどういった点がよかったでしょうかいや私あの、まあ、この件の担当だったのでカウンセリングを隊員の皆様に受けていただくのが自殺防止とか含めて、まあ、いろんな面でいいというお話を推進するために、まあ、何したらいいのかといやそうだ大臣にやってもらえばいいんだと要するにトップリーダーがあればです、ね、みんながあの受けやすいんじゃないと思って、まあ、大臣にそれをおすすめして、まあ、大臣もしていただくことになりましたとで自分も、まあ、興味があったので、えー、受けてみましたと。 ただあの自分自身まあ疲れたなとかまあこれなんとかしたいなってことはもちろんあるんですけどそれがとても重要というか重大ななこととはまあ思ってなかってかたんですね具体的に言うと結構毎日お酒飲んじゃうなとかお化粧も落とさないで結構寝てしまうんだけどそれっていつからそんな風になっちゃったかなとかですねあの夜お風呂入るのも疲れて朝入っちゃうとかですね。 とかいろいろあったのでであと一番の自分の悩みは実はあの結構ブログ書いたり書くのはそんなにあの嫌いじゃなくて前はよく書いてしょ,ょっちゅう書いてしょっちゅう YouTube とかもアップしてたんですけど最近それが全然やる気が起きないんですねで書きたいこととか言いたいこととか考えてることはいっぱいあるんですよなんかやらなきゃいけないと思ってることが前ほどできないやる気も起きない、ね、やる気も起きないしやらなかったのことをまた自分を責めるということを言ったら 先生の方は実はそれご専門でですねいやいやそれはね実は結構思ってるよりもあのダメな状態ですともう3段階に分けると2段階ぐらいだともうレベル2ですよ皆さん。ということでですね今やるのはなんかそのお酒を無理やりやめようとかそういうことというよりは体を休めて睡眠をしっかりとることで自分がそういう状態にあることをから いろんなものをちょっと休んで切りかけた今電池状態なので充電することっていうのを最優先にしてそれでいいんだとそれはいいことなんだとまず回復すればあのギュラでも元気にまた元に戻るのでそこをもう一歩こうゆっくり睡眠をとって無理くりあれやんなきゃこれやんなきゃっていうのを減らす具体的なアドバイスであのあなるほど自分悪くないんだと思ったのでちょっと気も楽にやりましたしあの具体的なアドバイスにも従えて。 すごく私良かっったなと思っていると思てるころでこれがあのすごくカウンセリングを受けて私の状態が分かったこと12何をやんなきゃいけないのかが具体的に分かった3、まあ、私悪くないと <laughs> こういうことでちょっとすっきりしたっていうところでとっても良かったなと思ってみればですね最近ちょっと自分のこうネガティブなところが感情とかがあったのであまり周りにも優しくなかったような気がしていてこう被害者意識もそうなると強くなっちゃうらしいんですね。 多分皆さんも自分では相対したことじゃないと思ってるけど意外とあのマイナスのオーラ発してる可能性ありますからこういう客観的なこう専門家のアドバイスをまあ虚心坦生に受けてみるっていいことじゃないかなと改めて思ったところです。ではあの最後にに隊員の皆様に カウンセリングを受けてみてほしいみたいなそういったメッセージをいただければと思います。<laughs> いやいやあのね大変皆様ねこれ全然怖くもありませんし大して特別なことでもないしまあ私が言うのもなんですけど大体みんな何か問題あると思いますよそのあの軽症から重症まで多分差はありますけどなんかカウンセリングを受けたらですね必ず自分についての客観的に新しい発見があってあのしんどい人はしんどくなくなる方向に行けるし。 まあ今何の問題もない人もよりよくあのやろうということにもつながりますし私はもうすべての隊員の皆様にぜひカウンセリング体験してくださいそして体験というかまあカウンセリングねあの受けるもんだとあの歯医者さんに時々定期的に行くとか人間ドックに年以下受けるとかと同じだという感覚でですねカウンセリングは当然やるものということでお願いしたいと思います。どううもありがとうございました